これまでは。はゃあ自己紹介からさせていただいてもいいですか。い。はい。じゃあ自己紹介お願いします。はい。皆様、こんにちは。はい、こんにちは。本日、面接の時間をいただき、どうもありがとうございます。はじめまして、パミ・オクタフィア・プトリと申します。どうぞ、ラミとお呼びください。生年月日は2004年10月12日です。年は20歳で独身です。趣味は映画を見ることとジョギングをすることです。身長は155センチです。体重は42キロです。学歴は2023年、専門高校を卒業して、専門はオフィスです。家族は5人います。父と母とお姉さんとお兄さんと私です。長所は、一人とチームで両方でも仕事することができます。短所は、体が小さくても力が強いです。はい、以上です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。本に行きたい理由を教えてください。すみません、もう一度お願いします。日本に行きたい理由は？私は日本に働きたくて、お金を貯金したくて、日本の文化と祭りも知りたくて、日本人の生活と働き方も学びたくて、それから、日本に水産学校の知識を学びたいですから、日本に行きたいです。ちょっと待って。はい。名鉄出た。すみません。大丈夫です。お父さん、魚の商人って何売ってる？小さいマグロに売ります。ラーミさん、魚触れんの？魚食べます？料理は？魚の料理できる？できます。ギタリス行ったことある。あ、あはるんい。だ。あります。カニ食べるかな？はい。食べます。あ、そっか、エビ食べるからね。寒いのは大丈夫なのかな？大丈夫です。ケイさん、寒いのは言ってある？はい。寒いさも伝えました。改めてもう一度伝えますか？まあ、うちのすみ厳ましさを教えてくれた？せん。はい。とても寒いですよっていうのを、説明しました。メティさん、もう一度、インドネシア語で、寒いさの仕事の大変さを教えてもらえますか？インドネシア語で。Kak, jadi sebelumnya juga udah dijelasin ya. Maksudnya di situ kerjanya kan di dalam apa namanya perusahaan ya. Jadi dingin di situ. Jadi bolak-balik masuk kulkas kayak gitu. Terus di kerjaan juga emang bener-bener dingin kayak gitu. Bisa dipahami kan kayak Kak? Bisa. Hai. Apa Bakal kan? di pesta. いや、ちょっと待って。ちょっと電話、ちょっと待ってください。もしもし。はい。ああ、どうもどうも。ああ、すいません。あれ、今俺何の話したっけ？今、寒い話か。寒いさあ、伝えました。でも、ある程度教えてくれてあるんでしょ？はい。仕事の内容とか教えました。我慢強さあります？我慢強さ。メティさん、インドネシア語聞いてくれる？Ah, Kak, jadi kakaknya kalau semisal susah, kerjaan kan di awal pasti susah nih.
Nah, kakaknya bisa sabar kayak gitu. Nggak bisa kan ya? Gamang, bisa gamang kan? Hei, gamamu nggak dikimas. Hai. 20歳だから私の子供と同じ年だね。何年働けます？できれば5年間ぐらい働きます。働きたいです。自転車は乗れる？はい。あ、バイクも乗れるのか、インドネシアの人は。はい。ね。今の仕事はコンビニの店員さんだけ？はい。仕事はこれ以外したことある？すみません、一度お願いします。今まで、はい、仕事はこのコンビニで働いてるだけ。中学生から休みの日に、よく父を連れています。市場に魚を売ります。お母さんとお父さんに怒られたことある？いえ。ないんだ。ありません。メッチさん。はい。インドネシアってあんまり怒らないんだっけ？まあ、もし間違えたらとか、怒る。いうことはありますけど、benar kakaknya nggak pernah dimarahin sama ini orang tua, kadang-kadang ya, toki-doki, toki-doki, okoro-koto ga arimas, oyasan ga, まあ女の子だからあんまり怒ることないと思うんですが、水産の仕事、声が大きいからね。はい、だから怒ってるように聞こえちゃうかもしれないよ。はい、分かってっかな。はい、分かります。怒らないけど声が大きいから怒るような見える。うん、そうそうそう。Gak apa-apa kak. Dia sebenarnya apa namanya gak marah, cuman suaranya gede-gede kayak orang marah gitu. はい、わかりました。若いからな。なんか聞きたいことはある？聞きたいことはありますか？アパートからコンビニまで、何時間かかりますか？アパートからコンビニ？え、ごめん。すいません、自転車まで。あ、会社まで。会社まで10分ぐらいかな。10分。うん、早ければ5分だね。ああ、はい。そんなに遠くないよね。そうですね。周りスーパーとかいっぱいあるから。あと、ヒゲさん、一つ面白いこと考えたんだけど、勤めて、1年後には電動自転車を買うことにした。おう。なんでですか？え？スーパーまで楽だから。ああ。これ、略してもいいですか？ いいいいこと。よ。メティさん、1はい。年以上働いたら、はい。電動自転車買ってあはい。げる。まあ、貸してあげるね。買って貸してあげるね。はい。
Jadi kak, kalau semisal kakaknya bertahan selama 1 tahun, nanti bakal dikasih apa namanya dipinjemin dari satunya itu sepeda listrik gitu. Jadi cuma kakaknya doang ya, sebelum-sebelumnya nggak ada loh. Gitu. はい、分かりました。ありがとうございます。今一人うちのインドネシアオートバイで免許取りってるよ。男。うん。レディ。オートバイ取るんだって。うん。インドネシアで免許あれば取れるみたいだもんね。理解簡単ですね。うん。いっぱいも。バイク免許持ってますか？新しいの。はい、持ってます。あるんだ。お父さん47歳だから、私の3個上。おお。もし採用されたらいつ来れる？すみません、もう一度お願いします。もし採用されたらいつ日本で働けます？明日から働けます？あ、採用していただいたら、まずビザ申請して、3、4ヶ月ぐらいかかります。はい、わかりました。書類を準備して、ビザ出してから3ヶ月から4ヶ月ぐらいかかります。8月、9月だね。そうですね。8あ、月だから、ですね。7月、ああ、そうだね。日本は初めてだもんね。はい。あと心配なことある？ありません。ないの？心配ない。初めて日本に行くのに？大丈夫？大丈夫です。お父さんとお母さんは賛成してる？はい。あといいかな、質問。質問はいい？質問ありますか？はい、大丈夫です。大丈夫。一回手だけ見せてもらっていい？手だこれけ。見てて。もっと見せて。もっと近く。ある方。はい、ありがとう。いい手ですね。恨んでいきますか？ありがとうございます。155だから、どれぐらいだ？ヒエンさんいくつだっけ？145。そっか。じゃあヒエンさんより大きいか。イギリさんと同じぐらいかな。ユンと同じだっけ？そうです。ケンさんがでしょ？ユンさん、私は45です。ケンいくつ？あ、ケンいくつ？ユンいくつだっけ？ユンさんと同じぐらいですね。多分。あ、ラーミさんが？はい。あ、え？ケンさんはユンよりちっちゃいっけ？そうです。どうだっけ？そうですね。顔は老けてるから、意外と大きく見えるかもしれないけど。ユンと同じぐらいか。体重がうちの小学生より軽いな。はい。お。
うちの小学校5年生45キロあるから。今みんな食べ物がいいから大きい大きい。そうね。あ、仕事の時はこれ外せるよ、頭のやつ。ヒジャップ、仕事の時外しても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あとは、ピアスとかしてる？いえ。ないか。い別え。にするのはいいんだけど、ほら、仕事の時はしないでね。入っちゃったりすると困るから。アクセサリー類？別に仕事じゃない時はいいけど、仕事の時は外して。はい。あと質問いいですか？いえ、ありません。ははい。じゃあ、皆さんこれで。い、わかりましはた。あい。りがとうございます。はい、ありがとうございます。まおた、願いし返事をおま待す。ちします。はい。はい、よろしくお願はい、おい願いします。します。よろしくお願いします。はい。はい、失礼します。